次にご紹介するのはドラゴンボール Z エクストリーム武闘伝です。本作はドラゴンボール Z のキャラクターたちが夢の対戦を繰り広げる 2D 対戦アクションシリーズの最新作です。プレイアブルキャラクターには悟空やベジータなどのおなじみのキャラクターからフリーザやビルスなど歴代のライバルまで様々なキャラクターたちが登場します。またプレイアブルキャラクター以外にも多数の Z アシストキャラがバトルをサポートしてくれるのも特徴の一つです。 Z アシストキャラには敵に与えるダメージを増やしてくれるウィスやスピードアップのダンスを踊るバブルス君などアニメの中では戦うことのなかったキャラクターたちも初めて参戦するそうです。プレイアブル、Z アシストを合わせた参戦キャラクターはドラゴンボールゲーム史上最多で100体を超えるそうです。1対1のガチバトルから画面上に最大10人が登場する Z アシストキャラを含めた5対5のバトルまではちゃめちゃなバトルが楽しめるとお聞きしています。今回バンダイナムコエンターテインメントさんに新しい映像をご用意いただきましたので、このダイレクト終了後に公開します。バンダイナムコエンターテインメントさんのドラゴンボール Z エクストリーム武闘伝は6月11日発売予定です。バンダイナムコエンターテインメントさんは懐かしのスーパーファミコンソフトドラゴンボール Z スーパー武闘伝2が遊べるダウンロード番号をはじめ、ご覧の初回特典を用意されているそうです。お聞きしています。今回バンダイナムコエンターテインメントさんに新しい映像をご用意いただきましたので、このダイレクト終了後に公開します。バンダイナムコエンターテインメントさんのドラゴンボール Z エクストリームベジータなどのおなじみのキャラクターからフリーザやビルスなど歴代のライバルまで様々なキャラクターたちが登場します。またプレイアブルキャラクター以外にも多数の Z アシストキャラがバトルをサポート Z アシストを合わせた参戦キャラクターはドラゴンボールゲーム史上最多で100体を超えるそうです。1対1のガチバトルから画面上に最大10人が登場する Z アシストキャラを含めた5対5のバトルまではちゃめちゃなバトルが楽しめると落としてくれるのも特徴の一つです。 Z アシストキャラには敵に与えるダメージを増やしてくれるウィスやスピードアップのダンスを踊るバブルス君などアニメの中では戦うことのなかったキャラクターたちも初めて参戦するそうです。プレイアブル。次にご紹介するのはドラゴンボール Z エクストリーム武闘伝です。本作はドラゴンボール Z のキャラクターたちが夢の対戦を繰り広げる 2D 対戦アクションシリーズの最新作です。プレイアブルキャラクターには悟空や